この生成パターンか。らしいよ。何かいないと、その、ガンダム戦があれなのからね。ガンダム戦があれなのに。一人取りに行ってんだけど、こうね、野良がね、二人、あ、三人、それが出ると二人と一人なの。野良がね、その箱取らなかったらもう完全に行ってる。え？あ、取ったね。あ、ちょっと見えない、コードを差し込む。バレる。インスリンも置かねえと。大丈夫そうだからもう。あまりにキラー接近してる時と、病院行ったら赤い傷見えちゃってバレて、それこそ大惨事も。いけないと。トーテム壊してたけど、トーテムなんか壊せやな、これ発電機触んのか、またね、なんだよ、これなんか出たよ。あ、見てなかった。トーテム構成なんか見かけねえ名前の、うん、なんか見たれねえ、なんかマークで名字見てなかった。なんか見えたけど理解できなかった。ああ、あれなんだ、多分。俺、オブセ？おっせえもん。悲惨な運命よ、これ。おっせえもん。超おっせえの。センティメント以上にかかってんの、なんか。何これっていうぐらい。ただね、見えるのよ、オブセッションは。ああ、通りであんまり見かけねえ名前、あれだから、そんな運命しか考えらんねえけど、こんなマークだったかなーっていう。これだけ。マークだったか。見えるの？真ん中なの、これ。悲惨な運命やな、これ。いいや、もう。俺どうせ意味ねえから持ってる。
がいい。どうせ俺意味ないし、オブセル 30% ゲームだ。意味ないし。こういう時になる。オブセッションであれ、あれだったら、どうせ回しても、ついたら、これ、これも、心は。もう一人、発電機のとこ行ってるよね。いなかったら、もう。なんか、ミュースト点もなかった。あと一応ゲームになってます。汚くないからね。ここまで、ちなみにここは、キラーに感謝しとかないと。プレイスタイル、本人のプレイスタイルが。ないよ、俺。この辺になんかなかった。でも見間違え？ほら。レボアとかじゃねえ、忘れ去られた子。これは、エンティって出んの。箱は？これは取るわ。ダメ。誰が追われてる時とかあれとかの方がいい。あ、フレンディー。どうする？ただ手を。こう壊してるんだよ。誰や？あと1個は最初の音真ん中あたりだ。音に似てるよね。
You summoned me. まだ1個あるって。どこ？自分たちでこう、あった。センチメントじゃねえ、これ。なんだよ、これ。トーテム構成ばっかりだよ。全部カバーできねえよ。自分たちで壊したとこ壊してくんねえ。センチメントじゃない。これ。自分たちで壊したのをカバーしてくんね。なんだよ、真ん中に2個も3個もある。自分たちで壊したところをペンティメント構成だから、もう自分たちで壊したところを壊してくれないと、もうそういう気が引かねえ、乗られたら終わり。どこを壊した？センティメントで押せんだわ。押せんだわ。気づかねえ、ダメだよな。気づかねえんだもんな。ペンティメントの2段階構成いってればダメだよな、こういうやつってよ。センティメントってもう効いてるっていう。トーテムだから自分で壊したところを壊せよ。自分で壊したところを壊さなければ意味ねえだろ。ダメ、乗らって自分で壊したとこ壊さねえからな。誰だよ、ペンティメント自分で壊したとこ壊さねえやつはよ。誰だよ、ガングよこれ。誰だよ、自分で壊したところを壊さねえやつってよ。ガング聞いてるとしても自分で壊したところを壊さねえんだもん。信じらんねえから、だから俺嫌なんだよ。ドラが下手なんだもん。自分で壊したとこ壊さねえの、ドラって。ガングペンティメントって弱いんだけど、だって自分で壊したところを壊せばいいだけなのに、壊さねえやつがいて、で、時間かかんの。ガングペンティメントってむちゃくちゃ時間かかんの。むちゃくちゃ時間かかる理由は、自分で壊したところを壊さねえの。だから嫌いなの。センチメント構成自体は怖いことじゃないけど、野良が、野良がた、野良でしょ多分。フレンドさんとかは壊すでしょ、センチメント自体は自分のところ。野良のやつが壊してねえやつがいいの、どっちから。自分で壊したのに。そんな人がいるとね、勝てるわけねえじゃん。他人が探したら時間が無駄じゃん。自分が壊したら直じゃん。これ分かりますよね。自分で。ガング聞いてるんですよね。ガング聞いてるから頭が痛いって。
そう、つまんないんですよ。その、思んない理由は、これ、どっちかの野良がね、壊さないんですよ、自分で。ペンティメント聞いてんのに壊さないんですよ。ダング聞いてるときってペンティメントがほぼあるから、同じの壊さなきゃ、発電機早く触って、壊さなきゃいけないんですよ。同じの。自分が、責任持って自分が壊さなきゃいけない。これポイントなんですよ。旦那運命のどこ、何個壊したの？ああ、だろう？もう、使い物にならねえやつっているからね、自分で壊したとこ壊さない。無理だろ。誰がわかんだよ、これ。ガング持ってる。ガング早く壊さないと。ほぼ無理よ。気づかない。レイス並みのセノバイトって無理に決まってんだ、単純負荷のセノバイトって。信音するキラーって信音する、別な能力があるわけだからね。You summoned me. くぐれればいい。やべえかも、どっか入れん。ゲートはどこやん？ゲートがどこやん？ゲートがそこじゃなかったんだ。終わったのがいいんだけどさ。ラフやん。ハッチ開いたらこう負け。これじゃないともう勝てない。これがこれがヒーローちゃんデッドバランススーパース、よし戦略めんギャンブルだよ。もうあっちの位置が唯一の生存者から間に合うか。あれね、時間かければね、位置バレるから、もろバレたからもう取るしかないし、心音聞こえねえし、もう頭痛いけど、ギャンブル。唯一の生存者じゃないと間に合わない唯一の生存者があるからね、今までと違ってね、ハッチだけで歩いてる戦略じゃなくてね、こんな戦略も取ってる。うん。エヴァのギャンブル。完璧な。うん。もう、苦しみがのしかかってるもんね。向こう行って見つかるけど、ここの辺にないってことがなんとなく体感で分かったんで。うん。あったら、もう閉めてるはずだから。でも箱もそこにあったんだよ、ラッキーなことに。うん。ただね、来たら、